戦保遺船型とは、荒牧吉尾の架空戦機、紺碧の艦隊、朝日の艦隊に登場する架空の潜水艦である。この潜水艦は一言で言えば、潜水水上規模艦である。厚生日本海軍では優秀な水蒸気を多数保有しているゆえ、陸上爆撃機でも届かない距離を水蒸気母艦による中継補給をして、理論上では無限大まで水蒸気の 作戦半径距離を伸ばすことに成功した。通常なら波で機体がうまく着水できない概要でも、構成の技術である海洋レンズを用いることでその問題を解決した。整備用格納式クレーンを2機装備し、完備に垂直高校だと一体化した、司令塔を持つ平滑な甲板構造のため、簡単な整備を環状で行うことも可能である。 複動型の耐圧核を持つ船体の大部分は燃料輸送用タンクとして機能している。1000げ第900型同様、運用艦数は10艦程度とみられる。ちなみに潜水空母というわけではなく、航空機の補給を主としているため、発想は前世の空母、シナノと似ているところがあるが、特有ボート艦隊のパック攻撃を支えた支援船、ミルヒ空ー型同様、 ワルター機関で航行するコンペ機関隊への燃料や両末補給も行っており、コミック6巻で描写されている。航空機用、ワルター発動機発動機を搭載した空中戦艦富士に燃料補給が行えてたのは、そのためである。コミック3巻のイラストでは、内科艇などを格納するためと思われる選手、大型水密ハッチを持っている、この潜水艦の存在が、 明らかになったのは、ニューカレドニア島での米国海軍第7艦隊殲滅作戦である。この時遺戦型は、水上戦闘機、紫式水戦、水上攻撃機、緑電海の中継補給を行い勝利に貢献した。それからほどなく発生したクリスマス島攻略戦の際、高杉艦隊が撃墜した米国銃爆撃機、B32 フライングデビルを染3 0 0 0が捕獲。 そのまま日本本土へ持ち帰った。その後、寺氏は19年の天極作戦で、空中戦艦富士の補給支援を、ブラジル領セントパウロ島沖で行った後、姿を消していたが、朝日の艦隊終盤で、北、大西洋に出現、極日艦隊唯一の航空戦力となった、水上攻撃機、海馬の支援に当たった。ありがとうございます。